自分のですねこう手をガッて突っ込んで悲しい思い出があります。皆さんこんにちは。僕は30歳の時に1年間カナダのバンクーバーという町に暮らしていたんですが、今日はですね当時僕が経験したトイレにまつわるちょっとですね苦い失敗談をお話ししたいと思います。もし皆さんがお食事中でしたらぜひお食事終わってから見ていただくことをお勧めしますのでご注意ください。それでは行ってみましょう。はい、ということでまずこの日本に住んでいる我々はトイレに関してはかなり高いスタンダードを持っているっていうことを改めて認識しておく必要があります。まあ、大体まあここ最近だとどこのご家庭でもねウォシュレットってついてること多いじゃないですか。だし外出した時も、コンビニに入ればトイレ貸してもらえたり、まあ、駅にもトイレありますし、まあ、レストランにももちろんあるし、トイレがないとかトイレが不便だみたく感じることってほとんどないんじゃないかなって思うんですね。なのでこんな我々が海外に行くとですね、だいたいこうトイレ事情にびっくりしたり困ったりすることばっかり起きます。で今日はですねトップ3ということで僕のトイレにまつわる失敗談を交えつつ、まあ、こういうとこが違うんだよっていうのを皆さんにも知っておいていただきたいなと思ってお話ししたいと思います。まあ、僕はカナダに1年間住んでたっていうのとアメリカにも何回か旅行に行ってるので、まあ、今日話するのはその北米をひとまとまりにくくったトイレ事情っていう形で聞いてもらえればなと思います。まず一つ目、公衆トイレがない。公衆トイレがね本当にないんですよ。日本だとね公園とか駅とかあるじゃないですか、絶対トイレ。そういうのがねほぼないんですよ、ほとんどないんですよ。だから移動中とかに催した時に駆け込めるトイレがまず見つからないっていうことで焦ります。これはそういう状況になって初めてトイレがないことに気づいたんですね、僕の場合。なのですんごい焦っちゃって、トイレはどこにあるのみたいな。まあないんですよ、結局探してもないんですよ。でトイレがないとその移動中にトイレに行きたくなった時に困るじゃないですか。で困るんで、まあ、ちょっと僕住み始めてからそれに気づいて、じゃあトイレが使えるお店とかってどこにあるのかなっていうのを結構こう足を運んで調べたんですね。で、まあ、僕はバンクーバーという街のダウンタウン、一番の繁華街のエリアに住んでいたのでまだそういう意味では恵まれてたんですけど、ですね、まあ、日中だと、まあ、一番安心して使えるのはカフェのトイレで、特に、まあ、バンクーバーにはスターバックスのお店がなんか死ぬほどいっぱいあって、2、3ブロックおきぐらいにスターバックスのお店があるんですけど、まあ、スターバックスって大体ちゃんとオペレーションが行き届いてることが多いんでトイレ綺麗なんですよ。なので割と安心して使えることが多かったです。であとはちょっとね大きめのホテルもおすすめです。大きいホテルだとこうビジネスマンが使ったりして、こう1階のロビーの広いスペースとかでちょっとこうビジネス的なミーティングとかやったりするじゃないですか。でそういうスペースがあるホテルだとだいたい外部の人も使えるようなトイレがあったりするんですよ。でそういうホテルを見つけました、僕の場合は。なので日中は割とスタバとそのホテルの掛け持ちで緊急時もなんとか困ることなくトイレに行き着くことができました。ただですね困るのが夜間で、スターバックスもだいたいですね夜になると閉まっちゃうんですよ、8時とか9時になると。で当時僕はレストランのキッチンでアルバイトをしてたんですけど、だいたいですね仕事が終わって最寄りのバス停まで帰ってくると11時とか12時とかになっちゃうんですよ。でそこから家まで歩くんですけど、その途中で催してくるともうね入れるお店が全部閉まっちゃってるんですね。で、まあ、困るじゃないですか。でそういう状況になった時のために一軒見つけたのが24時間営業してるカフェっていうのがあって、でそこはね割とねいつでもね安心して入れるようなお店だったんですよ。学生とか留学生の若い子たちが夜中勉強しに来るようなカフェで、まあ、Wi-Fi とか完備で結構おしゃれなカフェだったんですけど、そこはね24時間やってたんで困った時にちょっと一本道をそれてそっちのカフェに行ってトイレを借りてから帰るっていうこともありました。もし皆さんがこれから北米に滞在する予定がある場合はぜひですねこう自分が滞在するところの周辺のエリアとか、まあ、そのよく行くことになるであろうエリアの中にどういうお店があるのかっていうのはね事前に Google マップとかで調べることをお勧めします。で、まあ、その
お店の中まではね、Google マップとかでも見れないかったりするんで、まあ、チェックしてほしいのは営業してる時間と、あとはまあレビューのところにね、まあ、トイレのことをあんまり書いてる人多くないかもしれないので、まあ、でもレビューちょっと見るとか、であとは24時間やってるお店があればちゃんとチェックして保存しておくことで、まあ今言ったようにスターバックスのお店は結構頼りになることが多いんで、スタバがあるポイントも見つけて地図上に保存しておくと、いざという時に助かると思うんで絶対やっといてください。そして2つ目なんですが、2つ目はですね、外のお店でトイレを使う時に大体ですね、鍵を貸し出すシステムか、もしくはその扉にかかったロックを解除するために数字のパスコードをですね、こうボタンを押して入力するっていうシステムが一般的なんですよ。で、困ったのが、当時僕はその英語が本当に拙かったんで、お店の人にそもそもそのトイレを使わせてくださいって話しかける時点でちょっと緊張しながら話すんですけど、まあ鍵の場合はいいんですよ、貸してくれるか、そのままこの鍵をガチャガチャって。ただパスコードを聞くときに何が起きたかっていうと、まあなんか大体4桁の数字であることが多いんですけど、パラパラパラって言われると、え、今なんて言ったんですかみたく聞き取れないんですよ。でお店の人に、え、ちょっともう一回いいですか、もう一回いいですかっていうのを 3,4 回繰り返して聞くなんてことがザラにあって、そうすると結構もうこっちもトイレに行きたいしテンパってるし恥ずかしいし、なんかもう辛い感じになるし、お店の人も呆れてくるわけですよ。あ、なんかちょっと英語わかんない人でめんどくさいなみたいな顔されるのも切ないし、なのでパスコードのシステムだって分かった時には結構意を決して引きに行くみたいなモードになることが多かったんですけど、今思うと、まあ、ちょっとこれやればよかったなって思う対策があって、まあ、パスコード何ですかって聞くじゃないですか。で、そしたら自分の使ってるスマホのメモ帳とか開いておいて、まあ、その数字をポンポンってこうタイプする。で、お店の人にこの数字で合ってますかってこうやって見せたりすれば、あんまりその3回も4回も5回も繰り返し聞く必要なかったなと思って、でテンパってるとね、そういう単純なことをもう思いつかなくなっちゃうんで、まあ、いけないなって思うんですけど、もしですね、ちょっと英語に自信がないとか数字に弱いっていう方は参考にしてみてください。はい、そして3つ目、これはですね、最大の辛い経験でもあるんですけど、トイレを流す時の水の水圧が弱いんですよ。これ全部じゃないですよ、強いとこもあるんですけど、特に家庭のトイレの水圧が弱いことが多かったんですよ。で、何が困るかっていうと、友達の家とかに食事に招待してもらったりして、こう邪魔しに行くこととかあったんですけど、そういう時にちょっとお手洗いを借りますって入って使って流した時に詰まったりするんですよ。で、まあお邪魔してるし、トイレ詰まらせたまんまにしておくことも絶対できないじゃないですか。で、あ、ちょっと1回じゃ流れなかったんだなと思って、でちょっとタンクに水が溜まるのを待って、でもう1回ジャーって流す。それでも流れない時っていうのがたまにあって、でそうするとこうどんどん怖いですよね。水位が、トイレの水位がこう増してくるじゃないですか。で、あと1回流しちゃうともう決壊しちゃうなみたいなところに行くと、もう水も流せないから、そうなるとちょっとこうトイレの詰まりを解消しなきゃいけないんだけども。でね、まあ、トイレが詰まった時に使う道具といえば、こういうボールみたいなところに棒がついてる、スッポンって呼ばれる道具あるじゃないですか。で、あれがこう運よくそのトイレに常備してあればいいんですけど、まあ、結構一般の家庭だと、ね、スッポンボンって露骨に置いてあるお家ってなかったりするんで、もうなんか使える道具がないわけですよ。で、そうそう、もう詰まったままにできないし、ごめんトイレが詰まっちゃったって、仲いい友達とかだとね、ごめんちょっと詰まっちゃってとかって言えたんですけど、ちょっと初めてお呼ばれするお家とかで、ごめんちょっとトイレが詰まっちゃったみたいなのって言いづらいじゃないですか。だから本当に最悪なんですけど、一番テンパってしまってどうしようもなかった時は、もうなんかもう一生の恥だと思って、自分のですね、こう手をガンと突っ込んで詰まりを解消したっていう悲しい思い出があります。で、これはもう二度と経験したくないじゃないですか。それでですね、考えたんですよ、まあ、水圧が弱いのは変えられないからしょうがないけど、まあ、みんななんかトイレが詰まって困ってるみたいな話って聞いたことがなかったから、まあ、多分現地の人はこの水圧でなんとかうまいことやってるんだなって思ったんですよ。で、一つ気づいたことがあって、まあ、ウォシュレットがないわけですよ。で、そうすると、まあ、日本でね、僕たちウォシュレット使える状況だと、ウォシュレット使ってからこう拭くから使う紙の量ってめっちゃ少ないじゃないですか。ただウォシュレットがないと
まあ、紙を使う量がですね、無意識に多くなってたっぽいんですよ。で、使う紙の量が必要以上に多分多かったから、その普通だったら流れるはずなのに、その紙の量の多さが原因で詰まっちゃうってことがあるんだなと思って。でもなかなかですね、その使う紙の量を極端に減らすってあんまり急にうまくできることでもなかったんで、途中から気をつけてやるようにしたのは、2回に分けて流すっていうのをやってました。そのね、手を1回突っ込んだ経験がもう忘れられなくって、もう思い出すと辛くって。なのでトイレを使いました。で、あんまり紙の量がまだ多くない段階でもう1回流しちゃって、で、まだちょっともうちょっと紙を使いたいなって時はタンクに水が溜まるのを少し待って、で、紙を使ってからお尻を拭いてから残りの分を流すっていう使い方をするようにしました。ちょっとね、時間かかっちゃうんですけど、トイレが詰まることを考えたら時間を使った方がいいなっていう判断をするようになってからは、まあ、ちょっとこの辛い経験っていうのは繰り返さなくなりました。これってね、本当に行く前は知らないことばっかだったんですよ。行ってその状況になって初めて、あ、ここ違うんだみたいに気づくじゃないですか。で、そうすると結構そのトイレが詰まった時じゃないけど、テンパったりどう対処したらいいか分かんなかったんで、これもしね、行く予定のある人は本当に知っといてほしい、結構深刻な問題にすらなるかなと思って僕はちょっとシェアしたかったんですけど、日本に帰国してからね、いいものがあることを知ったんですよ。で、それっていうのは、あの携帯用のね、あのウォッシュレットっていうのがあって、ちょっと僕1個持ってたんですけど壊れちゃって捨てちゃったんですけど、このぐらいのね、ちょっとあの後で写真も横に載せておきたいんですけど、あの携帯用のウォシュレットっていうのが日本で売ってて、でね、あの、まあ、このぐらいなんですけど、お水を入れるタンクをこうセットして、まあ、お水を汲んで、で、まあ、乾電池とかで動くんですけど、これが一つあるとね、ちょっとそのトイレ環境が良くないエリアに行くときなんかはかなり重宝しました。まあ、あの最悪紙がほとんどなくなりかけてるトイレとかに入っちゃった時も、その携帯用のウォシュレットがあることで救われた局面がたびたびあったので、ちょっとね、あの値段の幅あるんですけど、もしあの割と長い期間海外に滞在する予定のある人は、あの持ってて損がないものなので、ぜひですね、ちょっとチェックして手に入れてみてください。はい、ということで今日は僕のカナダでのトイレにまつわる失敗談をご紹介しました。もしね、皆さんが海外の国に行く予定がこれからあったら、ぜひですね、今日ご紹介した話っていうのをしっかり覚えて準備をしてから行くようにしてください。ちょっと僕とね、同じような辛い経験を皆さんにはしてほしくないので、ぜひご参考にしていただければ幸いです。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価とチャンネルの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。